のケンケンさんの CM 撮影。まだわかんないんだ。リハーム。長い言った。リハームのケンケン。いただいてから施工。もう一回。外獣ね。え？撮影中に途中吹き出しちゃって。皆さんこんにちは、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。さあ今日はリフォームのケンケンさんの CM 撮影ということで、1日その撮影の様子をお届けできたらと思います。今すっぴんなのでこんなメガネもかけておりますが、さっきジムに行ってきて今からヘアメイクして現場に行きたいと思います。それではゆかり姫チャンネルスタート。イエーイ。ゆかり姫チャンネル、そうです、お願いします。めっちゃ綺麗になってきやすいしさ、ほら楽しそうな現場だなってなりますね。使えないんですよ。結構やってますね。はい、そうです。まだわかんないんだけど、どういう、あ、あわかんない。こんなんでいいですか？あ、宣材撮影みたいな感じいいじゃん。わかりました。リフォーム、リフォーム、リフォーム、リフォーム。六回ね。あ、はい。三二一、はい。リフォーム、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 リフォーム。え、足りなかった。3、2、1、もう一回だけやろう。今7回言った、ね、ごめんなさい。リフォーム、リフォーム、リフォーム、ね、7回なっちゃう。ダメだ、ごめん。最後のリフォーム、リフォームのケンケン、声が、声いけてる、なんかキンキンしてない今日声、大丈夫か。ケンケン、これ手あげる、ケンケン、いやいや、収まる範囲で頑張るわ。収まる範囲です。 なんで、今ぐらいでいいですよ。リフォームのケンケン、リフォームのケンケン。あ、ちょ待ちょ、リフォームのケンケン、やったリフォームのケンケン。これリフォームのケンケン、いい声。リフォームのケンケン、リフォームのケンケン。一回じゃあこっち向いて、あ、カメラ向いて、はい、ちょっと正面、もうちょっと、え、納得いただいてから施工、施工します。雨漏り、雨漏れ、雨漏り、雨漏りも慌てずにご相談ください。緊急の場合はケンケンまで。これどういうテンションで読むんですか？なんか普通のゆかりちゃんの MC って感じのでいいと思う。わかりました。リフォームのケンケンではその場で無料お見積もり、納得いただいてから施工します。その場で無料お見積もり、納得いただいてから施工します。もうちょい上げれます？石さん、はい、ちょっとリフォーム、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 これだけでいいかもしれないですね。リフォーム、リフォーム、まあ、変わってなかったけど、怒るはできないです。まあそうだね、驚くとかじゃない。わかりました、そうします。え、悲しい声でいいんですか？うん、で、はい、ちょっと真面目なリフォームとかも入れてって感じ。あ、なるほど。突然ですが、ハクビシン、なんだっけ、もう一回お願いします。はい、ハクビシン、ネズミ、コウモリ、シロアリ、オッケー。害虫駆除もケンケン、ケンケン。害獣ね。え、そうなんですか？害獣、害虫だと思ってました。獣、害獣、え、害獣でしたっけ？害獣駆除もん。そうなんです、ね、全部濁点つけちゃいました、ね、わかんない。害獣駆除も、害獣駆除もケンケン。はい、ダメだ。害獣駆除もいいと思うよ。はい、うん、ネズミ、シロアリ、害獣駆除もケンケン。
緊急の場合はケンケンまで。これ手とか何もつけない方がいい。ポーズ変えた方がいいですか、ずっと首だけですか。うん、変えていいよ。はい、ケンケン。はい、ケンケン。はい、ケンケン。はい、3、2、1。はい、 OK、 OK、 おしまい。シロアリ、素敵なお家、今日からあなたのお家に住んでいいかしら。そうね、ちょっと古い家だと湿気じゃないよ。次住む家は、次住む家は、そう、それでした。そう、そうね、次住む家はちょっと古いと食は進むし、湿気もあるとお肌も最高。ということで、リフォームのケンケンさんの CM 撮影が終了しました。なんかいろいろ撮ったんですけど、このこれをつけて撮ったり、演技をしたり、なんか食べたり、シロアリ、シロアリを退治してくれるっていうことで、シロアリになりきっていろんなものを食べたり、あなたのお家に住んでいいですかっていうセリフを言ったり、演技もしたりしました。結構英語言ったり、なんかなんて言うんだろう、なんかわかる、なんて言ったらいい、なんかめっちゃユニークでした。そう、はい、なんか ポジティブ、なんてユニーク、え、見ててすっごい面白かったです、ね、あとずっとそのゆかりさんのその頭のポンポンがちょっと細かく揺れとって、それで撮影中に途中吹き出しちゃって、それボツにしちゃいました。そう、ね、すいません。白、あーって言ってる時誰かが笑っちゃったり、すごいなんかもうポップで面白い CM になってるので、はい、ぜひ皆さん富山県で、ね、流れるので、富山の皆さんはぜひそちらをご覧いただければと思います。害虫駆除と、あとシロアリの退治だったり、あとリフォームとかもやってくれるっていうことなので、結構築年数が経ってたり古かったり、湿気があるお家にはシロアリ結構いるっていうことなので、あの無料で見てくれたりするので、ぜひ気になる方はだからこんなん聞いたらさ、自分の家にシロアリおったらどうしようと思うよね、うん、だから皆さんのお家に今日から私が住もうと思います。はい、こんなシロアリが住まないように素敵なお家に住んでいきましょう、退治していきましょうね。ということで、気になる方は概要欄に貼っておくので、ぜひそちらの方から CM とかいろいろご覧ください。ということで、楽しかったでございます。もうめっちゃ笑ったなって感じで、ね、いろいろリクエストとかもいただいて、次こういう感じ、次こういう感じっていうのがあって、はい、久しぶりになんかこんななんかアクティブな CM を撮ったなって感じがします。ということで、今日は一日奈々ちゃんがカメラを回してくれました。奈々、はい、ちゃんもありがとうございました。はい、じゃあ最後に2人でいけるかな。はい、ということで、皆さん最後までゆかり姫チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。以上、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりと、ラッキーセブンガール高校3年生新井奈々でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 CM もぜひ見てください。バイバーイ。バイバーイ。またね。ここはいいな。ここならケンケンの目がないな。食い時だ。リフォームをするならケンケン。